今回、昨日できたての新作がこちらです。これですね、背もたれの部分なんですけど、今薄く見えると思いますけど、実際は10センチぐらい、こんな厚みの材料を削り出して座り心地だとかを考えながら作ってます。自分の中では結構気に入ってるタイプの椅子に出来上がったかなと思っています。材料ですね、その無駄なようなんですけれど、捨てる部分が多い、まあ、無の部分ですね、無の部分がないとこう楽しい有の部分はできないのかなと最近思いながら、思い切り削り込んで作るようになりました。で、こちらもですね、ちょっと前に作った、まあ、新作にですね、もう期間的には新作と言っていいぐらいの期間なんですけど、こちらも、この部分を思いっきり削り込んでですね、こちらももう12センチぐらいの材料からここまで削り込んで作りました。